今年で5年目を迎える福丼県。丼を通じて福井の魅力を広く発信しているこの福丼県プロジェクト、今年新たな取り組みをスタートさせました。海洋ごみゼロプロジェクト。ごみを減らし、そして正しくリサイクル。5月30日から6月8日までの海ごみゼロウィーク期間中、福丼県に参加する飲食店では店舗周辺でゴミ拾いを実施しました。日本財団が推進する海洋ごみ削減への意識を高めるさまざまな活動、チェンジフォーザブルーと連携した今回の取り組み。日本財団運の常務理事に福丼県へのメッセージなどについてお聞きしました。いいですね、プラスチック、ある意味衛生的でもあるし軽いです。ただそれが今になってなかなか難しい問題を引き起こしているというところがある以上、これはやはり是正していかなければいけないと思っています。福丼県では11月9日10日 9.98 スタジアムでイベントを開催。自然分解される器を使うなどプラスチックフリーへの取り組みを加速させます。でその人のマインドセットですから、ちょっと変えないといけないというところがこの問題の一番肝なところだと思います。でそれを変える一つのきっかけになるのがこの福丼県のイベントだと思っています。丼で作られた料理をただ渡すだけではなくて、その思いと一緒にどれだけちゃんとしたメッセージを込めて渡せられるか、この海洋ごみについてはリーチする形の中でこう取り組んでもらえたらありがたいなと思っています。海洋ごみ問題に関する日本財団運の常務福丼県野坂委員長の対談も掲載された令和元年版福丼本、今週土曜日から無料配布されます。私たちみんなできれいな海を守り、そして海の恵みで作った美味しい丼を満喫しましょう。海と日本プロジェクトのホームページでは様々な情報を発信中。海と日本。